こんにちは。今回は自分に縛りをかけてドールウィッグを作ってみます。手芸用の小さなアイロンをお持ちの方は少ないと思います。家にあるだろう道具を使って制作していきます。それでは作業開始。まずはウィッグキャップを用意します。ウィッグキャップの作り方は概要欄にリンクを貼っております。ぜひご覧ください。今回の縛りの一つは低価格ということで、ダイソーのエクステを使用しました。こちらは耐熱性ではないので、どこまでうまく使えるのか少し不安があります。まずは取り出して半分に切り取りました。そして今回はボンドを使わずに作るという縛りを設けているので、100均にありました布用両面テープを使ってみます。まずは少量の毛束を取り、軽く広げて真ん中あたりに両面テープをつけていきます。箱には粘着が強とありましたが、べったりつく感じではなかったです。とりあえず同じ方法で残りの毛束を作ります。半分に切った分量すべてを同様に毛束にしました。両面テープをハサミで半分に切りまして、作った毛束をキャップに貼っていこうと思います。テープを剥がして生え際から貼り付けます。2段目は先ほど貼った部分にシールが半分ほど重なる感じで貼り付けていきました。その後も同様に半分ほどが重なる感じで貼り付けていきます。毛束が薄いなぁと思う部分は余った髪の毛を再度貼り付けていきます。この調子でどんどんとウィッグキャップに貼り付けていきました。貼り付けていくとはみ出した髪の毛が出てきたりします。そういった髪の毛は切り取ってきれいにしていきました。両面テープでの接着なので結構毛が抜けていきます。とりあえず接着実験的な制作なので、このまま進めていきます。髪の毛の貼りは本当に同じ作業の繰り返しになります。貼る際はなるべく隙間が出ないように、テープが表面に響かないように、そしてカーブに沿って確認しながら貼り付けていきました。こんな感じで後頭部あたりまで貼り終えました。次は前髪です。前髪も同様に隙間を埋めるような感じで貼っていきます。作業していくと接着剤が両面テープということもあって、抜け毛が少し気になります。とりあえず毛束作りと貼る作業、ここまでは順調にできました。次は最初に切り取った残り半分の髪の毛を頭頂部の髪の毛に加工する作業です。両面テープの毛束で頭頂部に貼りたいのですけれども、アイロンがないと髪の癖つけが難しい予感、そして両面テープでは粘着力に不安があります。とりあえず毛束を糸でくくり、これを丸く広げて頭頂部に貼ろうと思います。しっかりと結んで結び目が解けないようにボンドをつけました。あれボンド私使ってしまいましたねともかく気を取り直して、この毛束を丸く広げていきます。ですがここからがめちゃめちゃ時間がかかりました。アイロンを使わないという縛りをつけているので、
熱をかけるのはドライヤーでやりました。もう本当に本当に癖がつかないんです。この苦労の様子を5倍速でどうぞ。広がりはまだまだな気はしますが、とりあえずこんな感じで広がりました。このまま頭に貼るのは少々不安なので、毛束を布に貼り付けて、それを頭頂部に貼り付けていこうと思います。サイズを測って布を切り取ります。そしてまたもやボンド登場。さすがにもう両面テープでは強力な接着は無理です。今回は G クリアーというボンドを使用しました。なるべく隙間が出ないように広げながら土台の布に髪の毛をくっつけていきました。そして裏返して再びボンドをつけます。で、頭の方にもボンドをつけました。もうこのボンド縛りはかなり意味をなさなくなってしまいました。すみません。で、先ほどの毛束を頭頂部にくっつけます。ぎゅーっと圧着。なんとか形になってきましたので、前髪を切って、ここから最後の試練が始まります。耐熱用の髪の毛なので、髪の毛に腰がありすぎて結構バサバサのヘアスタイルになっています。それをドライヤーの熱風で押さえていきます。で、熱風が手に当たると結構熱いので、頭の部分に布を巻いて熱をかけていきました。本当に耐熱性ではない髪の毛なので、近づけすぎたり長時間かけすぎたりすると、一歩間違えれば髪の毛が溶けていってしまいます。その点に気をつけながら温風と冷風を繰り返して徐々に癖をつけていきました。そんなこんなでひとまず形になりました。ヘアスタイルの加工についてはまた後ほど動画で紹介したいと思います。で、作業の感想としましては、いろいろと縛りを設けた分結構大変でした。評価としてはこんな感じです。価格については丸、ダイソーで買えるので材料が安いです。で、粘着剤については両面テープなので毛束作りは簡単ですが、粘着が弱くって抜け毛が気になります。で、熱源と髪の質なんですけれども、耐熱性ではない髪の毛なので加工に結構時間がかかります。耐久性については熱や水に弱いので、と長時間持たすっていうのはなかなか難しいかもしれません。短期間の遊びとしてならいいのかなと思います。私は日々人形制作をしているので、制作道具などはいろいろ持っているのですけれども、初めてドールウィッグを作ろうという方は道具を揃えるのも大変だと思います。なるべく家にあるものでどこまでできるのか試してみた次第です。この動画が参考になったよ、こんな材料で作ってみたらどうなるの、などありましたらコメント、そしていいねお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。